50代前半の男性ですね。私は美容師をしております。接客業ですので、立場上中立的な立ち位置でいなくてはならないのですが、戦争論や天皇論についてどうしてもですね、お客様の意見に我慢ならず、ついつい否定的な意見を言ってしまったりしていますということですね。本業である仕事以外のことを、ね、政治的な個人的な意見、 ういやなどが商売にも影響をもたらしてしまうということに悩みを持っていますということですが、仕事とその自分の意見を言うこと、それ先生はどう捉えられますかね。えっとあの、今ちょうどあの始まる前に、温暖化のことを草木、まあ、さんと話をしてたんですね。それで、えーと、今のテレビの一番の問題点は、テレビが嘘を言うというだけじゃないんですね。嘘を言うといいならまだいいんですけども 現在のテレビが必ず感情から入ってくるっていうことなんですね。例えば台風が恐ろしいとか、地球が温暖化するとどうなるかとか、最近では世相がどうだとかっていうふうに、例えば画面で非常にひどいような状態を映して、つまり事実を、えー、っと、見てる人に視聴者に伝えて、まあ、必要があったらそれの結果とか今後どうなるかっていうことを示すというのが、まあ、 えー、まあ、報道機関としては常道ですね。ところが、まあ、普通皆さんが、あの、見てわかってるように、台風っていうともうものすごいザーッと降ってるような、昔は極度にこうアナウンサーがこう、こんな揺れながらやると。それでそれは何を言ってるかって言ったら、その台風の全容を正しく、えー、その視聴者に伝えようというんじゃなくて、まずは怖がらせるっていう。この、まずは怖がらせるというのはなぜ起こるかっていうと、 まあ僕がテレビの解説を、まあ非常に多い時にはニュース解説を週に4本やってたことあるんですけども、まあその頃のテレビのニュース解説の僕の経験ではですね、テレビの視聴率というのは台風が来ると3%上がるんですね3。3%上がるってことはもうほとんど給料が3%上がるのと同じぐらいの効果がありまして、我々あの出演者はですね、視聴率が3%も上がると出てくるお弁当が変わるんですよ。 あの立派なお弁当になるんですね。で、そのくらいの変化があるんですよ。それである時にテレビの、その、我々と上の方の人がちょうどその台風の時にあったもんですから、今日は台風らしいですね。いや、もう台風はテレビ局にとってはお祭りですからねと言ったんです。これが非常に正しい言い方で、えつまり何もしないでも視聴率が3%上がる。3%上がったらもう、えっ、ー、と、各スポンサーの 何て言いますか、あの、スポンサーをする費用が、まあ、まあ言ってみれば3%上がるわけですね。そうすると、収,収入が全部は3%以上、つまり固定費はありますから、ぐっとこう、10%ぐらいその日は収益が上がるわけですから、みんながウキウキと一緒にしてもらうと。でそれは、台風はみんなが困って、被害も受けるし、交通も止まったりするんで大変なんですけども、その台風をそれじゃあ有効にテレビで活かすためには、 できるだけひどい状態を映像で示すってことになりますね。えっ、ー、と、まあ、ちょうどこ崎さんと一緒に沖縄の那覇にいたときに、えー、テレビではもう暗算ぶりの映像が流れてて、僕らの目の前に展開している那覇空港は晴れてるという、そういうね、あの、奇妙な状態だったわけですけども、それはなぜ起こるか。報道の人はなぜ嘘くつくかって言ったら、自分の収入に影響するからなんですね。うん、で、 それで何が起こるかっていうと、感情から訴えるわけです。例えば、ウクライナ戦争でも、ウクライナの戦争がなぜ起こったかっていう報道はほとんどなされないで、最初からウクライナで逃げ惑う市民とか、えー、大砲で傷ついた少女とか、そういうのを映すわけですね。これは、本当は禁止されてるんですよ、報道法で。放送法で禁止されてるんですけども、まあ、それが一番いいから。で、まあ、今の質問に対して何を言ってるかって言いますと、 感情を最初に植え込まれた意見というのは、もう変わらないんですよ。それで私なんかがその体験者なんですけども、戦後、あの日教祖っていう共産党系の先生の労働組合がほとんど支配してた時代がありまして、その頃、その日教祖、非常に驚くべきことなんですけど、共産党系の日教祖の教員組合、これはまあ、教員のほとんど 8, 8割ぐらいがそれに入ってたわけですから、ほとんど、 小学校、中学校は日教祖の教育を受けてたわけですけども、その日教祖の教育は実は GHQ、アメリカ占領軍の指示に従ってたわけです。ちょっと考えられないんですけども、それがまあ考えられないとはいけなくて、あの国際情勢ってそうなってるんですが、それで極めて日本を悪い、悪い、悪いんだっていうことをとにかく徹底的にやると、それも映像とか言葉とかでやるっていう、そういうスタンスだったんですね。 それで我々小学校、中学校、そういうスタン、あの、ことで過ごしたものですから。もう頭の中すっかり日本が悪いことした、日本が悪いことしたってこう思っていたわけです。私もそうですね。で、私の場合はたまたままあ学者でもあったんで、自分で本を読み、自分で考えてるうちに、あ、これは全然違うんだ。それから、なぜ GHQ、アメリカ占領軍が日本にそういうことをやったかという理由ですね。これはあの、 アメリカが東京大空襲から、えー、機銃奇獣それから、広島長崎の原爆に至るまで、えー、戦争ではなくて虐殺を繰り返してたわけですね。戦争っていうのは、軍隊を、と軍隊が戦うわけであって、えー、軍隊が、えー、無防備の、市民を殺すっていうのは、これは戦争ではなくて虐殺というわけですね。で虐殺の場合は必ず司令官が、 えー、死刑になりますので、それを避けるために、えー、日本の、そういう残虐行為、なかった残虐行為を大げさに言ったというのが事実なんです。で、この床屋さんの問題は僕の問題と全く同じなんで、私もこの立場にあるんですね。つまりあと、講演会とかそういうのしますと、そこにはいろんな人がいるわけです。その中で、えー、この人は感情的に自分のあ考えができちゃってるなと思う人に、 ついては、僕はあまり反論しないんですよ。それはもう、まあ、反論が無駄なんですよね。つまり、理屈とか論で反論するもんじゃなくて、言っているよはその人と一杯飲んで、一ヶ月ぐらい一杯飲んで、お君はお、僕のこと分かったっていうのは漢字の説得じゃなくちゃダメなんです。感情の、で入ったものは感情でやらなきゃいけません。ですから、まあ、あの、床屋さんですから非常に難しいんですが、僕でしたら、あの、あ、そういう人だなと思ったら、それはもう、 言葉で変わるもんじゃないんですよね。それから人間っていうのは、例えばと特に60とか70を過ぎた人っていうのは、自分の考えを変えたくないっていう非常にこう気持ちが強いもんですから、ですからそれも考えてあげなきゃいけないんですね。あの、えー、今あの死ぬというのがいろいろ難しい問題を含んでるんですけど、その一つとして、えー、人間っていうのは変わる回数って言いますかね。 5年ごとに変わるっていうのは耐えられないんですよ。例えば5年ごとに自分の考えが変わったり、使う鉛筆が変わったり、見るものが変わったりすると、たまらないんですよね。ところがそれを現在は強要されるんですよ。もう電話機はもう普通の電話機がないし、それからもうどれもこれも変わっちゃってるわけですよね。万年筆なんかもうないわけですね。で、こういった変化の激しい社会というものを、我々の世代だけが経験してるんです。 今の世代っていうのはそういうことを経験してないで、明治時代は明治時代、江戸時代は江戸時代っていう時間を過ごしてます。という非常に心が穏やかなんですけど、このくらい厳しく変わると、相当変わるのに、こう、慣れてなきゃいけないわけですね。で僕なんかは職業上、まあ、小らあの、草木さんよく知ってますけども、わざと今まで、え、普通のパソコンを使って、 たのに、Windows 使ったにかかわらず、この年で、えー、Mac に変えると。とものすごい衝撃があるわけですよ。それはあの、えー、30の人が、えー、Windows を Mac に変えるのと、僕が Mac を変えるのと、全然違うわけですね。何から何まで違いますから。しかし、この世の中を、こう、あんま、明るく過ごすためには、しょうがないんです。これはあの、社会は自分じゃないんですよ。 ですから自分はこうしたやつっ,っても、社会は違う形で動いていくわけです。だからそれを、まあ、自分の精神状態が耐えられれば、積極的に取り入れていく。<ー>ところが、床屋さんに来る方は、ほとんど100%そうじゃないと思います、僕は。年取った人はね。まあ、それ僕みたいな人は1万人に1人ぐらいしかいません。もうそれもいないかもしれない。名古屋大学の僕の同僚の教授だって、 もう自分でスマホを買うこともできない。そんな状態ですからね。<laughs> ですから、その、うんえー、それは、あの、分かってあげるってことが一番大切で、気持ちは十分にわかりますけども、人間は感情で入ってたものは変わらない。うん。それから、年取ったら、もう変えるのはもう辛いと。いう二つのことを肝に念じてですね、あ、そうですね。なるほど、そういうふうになんか親父が言ってましたよとか。 昔そういうことよく聞きましたねぐらいで、かわして話題を変える芸を身につける必要があると思いますね。はい、えっと、あの、そういえば喋っててだんだん思い出してきたんですが、今から10年、15年ぐらい前に、まさまさんが僕のところに、ア石シさんまさんが僕のところに相談に来て、その時確か彼は62だったと思うんですが、自分は60歳で引退するつもりだけど、なかなかそうもいかないけど、 まあ、どういうふうにしたらいいだろうかって質問がありまして、まあ、個人的なことはここで言いませんが、その時に彼が、あそうですかあ。僕が言った後ですよ。僕が会計策を言った後、あそうですか。それじゃあ分かりました。私は、年取ってからでもやれる芸を身につけますって言ったんです。<う>これ非常に僕はね、あの、さすがさんまさんらしくて、さんまさんとはそういう素晴らしい人なんですけど、 その、僕の言ったことに反論するとか、またなんか考え込むんじゃなくて、あ、そうですか。それじゃあ自分は年取ってからできるゲーっていうのは、僕その時は聞きもしませんでしたからわかりませんが、彼は専門としてそういうのがあるんでしょうね。だから僕今、あの、そのこ,の質この質問のある人に、あの、アドバイスしたいと思ったら、さんさんと同じように、もう一つ上の段の、この自分の意見と違う人をこなすゲーみたいなもんなんですよ。 だから何が正しいか、いうもんじゃなくて、あの、やっぱりゲイみたいなもんですから、やっぱり職業を、ご自分の職業を極めるために、その接客における自分の態度を、また一つ、皮を剥いてですね、高度な接客ができるようにしてみようという、そういう考えがいいんじゃないかと思いますね。僕はその佐ンさんの答えを今でもはっきり覚えてて、ああ、やっぱりこの人偉いなと思ったんですね。ええー。なるほど。はい。まあ あれですね。あの、先生よく見てるとね、もうなんか、あ、そうですか、そうですかって言って、はい、あの、えっと、その、同意してるように一般の人は見えるんですけど、見え決してそうじゃなくてあの、自分が意見が違ったとしても、あ、そうなんですねって言って、あ、あなたの意見はそうなんですねっていうところで捉えていつも対応されてるんですよね。そうですねだから、そこで何も、その、なんていうかのかな、こう、感情的になるっていうことも全くなく、はい、え過ごせるので、まあ、相手の方の意見、 を理解するっていうね。はい、そんな感じでいいんじゃないかなっていうふうには。う特にあの、その小さい頃に学んだこととか、感情的に自分の心に入ったことっていうのは、なかなか他人の、はい、これ夫婦喧嘩なんかの大きなもとなんですけど、なかなか他人がそれを覆すことはできませんね。ね。はい。まあ、ぜひ参考にしていただければと思います。幸せ<え>な時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは、 登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。